2004年から2011年までの8年間、中日ドラゴンズの監督として指揮し、そのすべてのシーズンで A クラス入り。黄金期を築いた落合博満は、監督就任時にコーチ陣へ暴力行為を根絶すること、情報漏洩を禁止することを求めた。しかし、落合の願いとは裏腹に、就任1年目となった2004年シーズン、チーム内部の情報はマスコミに垂れ流しとなってしまう。この時一体球団内部に何が起こっていたのだろうか。今回は落合政権1年目の情報漏洩事件について深掘りし、さらに当事者たちが最近になって語った言葉について紹介していこう。2003年、中日ドラゴンズから監督就任を打診された落合は、同年10月に横浜ベイスターズの投手コーチとして最終戦を戦った森重和に電話をかけた。電話口での落合の第一声は、おい、今日で終わりか？クビになったのか？だった。森は電話の相手が誰かわからず、誰ですかと尋ねると、落合だ、来年手伝ってくれよ、と一言。何をやればいいんですか？と尋ねた森に、落合は、俺を手伝え、うんって言えばいいさと一方的な返事。落合を信頼して了承し、そのまま電話を切った。すると、翌日の新聞紙面には、落合博満、中日ドラゴンズ監督就任の文字が躍った。これが後に、落合の名参謀と言われた森重和のコーチ就任秘話である。落合は森が横浜でコーチを務めていた時代に臨時コーチとして招かれた経験があり、森の野球観に共鳴するとともに、チーム内部の情報を外部に漏らさない口の固さを買っていた。落合は監督就任時に球団からチームを変えてほしいと言われ、それに対して変えるなら2年では無理です。3年かけないとチームは変わらないと断言し、自身の契約を3年とし、さらに契約交渉の場でコーチ人事の権利も主張したが、それは合意に至らず、球団主導のコーチ人事と監督主導のコーチ人事が入り乱れることとなり、これが今回の情報漏洩の最大の原因となるのだった。そもそも落合は中日生え抜き選手のコーチの資質に疑問を持っており、中日 OB の高木森道に対して、俺は中日 OB を嫌っているわけではありません、でも OB にコーチの適任者がいますかという言葉をぶつけたこともあった。これには高木も、彼は派閥や外野の声を無視して勝利に徹するために優秀なコーチを集めることができる、彼の言う通りドラゴンズの OB はかつノウハウを持っていない人ばかり、優秀なコーチが名古屋にいますかと聞かれて、悔しいが何も言い返せなかったと語った。落合は就任1年目のキャンプで、コーチ陣に暴力の根絶と情報漏洩の禁止を要求するとともに、次のように呼びかけた。12球団どこからも声のかかるコーチになってほしい。しかし、この落合の呼びかけに、あるコーチは、名古屋だけで飯は食っていけるから、わざわざ他のところに世話になる必要はないと返答した。この発言をしたあるコーチとは、球団主導のコーチ人事で入閣した鈴木孝正だと言われている。鈴木はいわゆる球団主導のコーチ人事でヘッドコーチとして契約を受諾したものの、落合からは投手コーチとしての仕事を打診され、結果的には投手チーフコーチという肩書きに落ち着き、当初のヘッドコーチからは格下げされたという形になった。とはいえ、落合と鈴木の間にわだかまりや確執めいたものがあったということはなく、むしろ鈴木については恩があると話し、コーチとして引き入れることに関して抵抗はなかったと言われている。というのも、1989年の落合が中日の選手として活躍している時代に、星野仙一監督を批判したとして、新聞上で展開された舌禍事件の際、落合の
星野に対する批判疑惑に激怒した中日球団が、落合に1000万円の罰金を計画。これに腹を立てた落合が、それなら辞めるとまで言い出し、事態は泥沼化。落合は自主トレ先の昼神温泉に、籠城の形を取ったが、ここで球団と和解するように説得しに来たのが鈴木だったのだ。鈴木は落合の言い分を聞き、球団側に一方的な処分は望まないと、選手会として落合の盾となり、落合を守った。このことから、落合は鈴木に恩を感じていた。そんな鈴木が放った、名古屋だけで飯は食えるという発言の真意が、落合には分からず、違和感を覚えたままシーズンは開幕。シーズンが開幕すると、コーチ陣に対して、絶対に内部の情報を漏らさないでくれと言っていたにもかかわらず、一部の情報が新聞に掲載された。2004年当時は、現在のような予告先発という制度が採用されておらず、自チームの先発投手が相手チームに漏れるのは死活問題だった。しかし、一部の新聞が掲載する中日の予想先発は、まるで内部の人間しか知り得ないほど正確だった。さらに、予告先発以外の1、2軍の入れ替えや、怪我の情報に至るまで、正確に情報が漏洩するありさまに。プロ野球ニュースでは、解説の高木豊が、あるコーチから聞いたんですが、と話したり、小松達夫が、私があるコーチから聞いたところによると、と中日内部のコーチから情報を聞き出しているということを暴露。落合はこの情報漏洩の主犯格をいくつかの証拠から鈴木隆正だと予想。あえてローテーションの入れ替え情報を鈴木に流し、その情報がどこへ流れているのかを突き止めようとした。するとあっさり情報漏洩先が判明。矢沢健一や小松達夫といった球団 OB と中日スポーツ、中日新聞へ情報が流れていることが分かり、このことが分かると、落合はシーズン途中で、首位と 1.5 ゲーム差についていながら、チーフ投手コーチである鈴木を2軍へと降格させた。表向きの理由は、2軍に怪我人が多く、鈴木の手腕で整備してほしいという内容だったが、状況が状況なだけに、一部のメディアで、この配置転換は疑問視された。情報漏洩の首謀者、鈴木を2軍に降格させ、この事件は終焉を迎えるかと思われたが、事態は思ったよりも深刻で、これ以降も先発投手の情報が漏洩し続けており、落合と森はまだ現場に犯人がいると断定。さすがにシーズン途中でさらなる配置転換や降格人事を行うことは、チームに動揺が走ると判断し、落合と森はここぞの場面でコーチを出し抜く作戦を行うなど、情報漏洩の殲滅に奔走した。情報漏洩の首謀者として降格人事を言い渡された鈴木はというと、シーズン途中に3年契約を全うすることなく、1年目のシーズン終了後に退団することを示唆。結果的にシーズン終了後に鈴木は退団を発表した。情報漏洩事件発覚から鈴木の退団まで、当時はあくまで予測で語られていたが、近年、落合と鈴木、両者の口から実際に同事件についての話が語られた。2022年、落合は監督時代に自身が招集したコーチ陣の裏話を語った。組閣はイメージ通りだったのか。その問いに笑みを浮かべながら、イメージ通りとそうでないものと二通りが出たけどねと意味深な回答をした落合。続けて、だからチームのあり方として情報管理っていうのは一番重要課題だったんでね、それを漏らしてもらいたくないなっていうふうなものがあったんだけども、中には漏らす人もいてね、と驚きの事実を告白。これまでは憶測として語られてきたことを事実として語った上で当時を振り返り、そこはちょっとある程度予想はしてたけども、ここまで早いかなとは思わなかったけどね、というにとどめた。一方鈴木はというと、
2023年にインタビューを受けると、当時のことについて赤裸々に語った。まず、投手チーフコーチとして帯同した一軍時代について。投手コーチには森重和がいて、現場に入ってみたら、俺っていらないのかなって思った。俺だってバカじゃないから雰囲気ですぐわかるよ。と、自身のポジションについて違和感を覚えたことを振り返った。そして、情報漏洩の首謀者と断定され、二軍降格が言い渡された時のことについては。秋田で言われた。残留組を見てくれって。次の日秋田から新幹線で帰った。飛行機の席が取れなかったんでね。乗り換えのため、東京駅で降りたら、中日スカウト陣と遭遇したという。一軍は秋田から広島に移動の日ってみんな知っていたから、びっくりしていた。どうしたの？何があったの？って。辛い旅だった。もう辞めるしかないと考えたという。鈴木は、3年契約だから、普通だったらそのままいてもいいよね。いい給料もらえるんだから。でも俺は、それだけはダメだったね。かっこつけているわけじゃないんだよ。本当にそれだけはダメだった。周りからは絶対やめるなって言われたけどね。女房が一番困ったと思うよ。でも自分が死ぬ時に悔いを残すから、俺はやめると言ったら何も言わなかった。ただし、シーズン途中で投げ出すことはしないとも決めた。球団は気を使ってくれて、高政、入院しろって言ってくれた。一回理由としてね。それは断った。いや、そんなのいいですから、最後までやりますからって、二軍で普通に仕事をした。二軍は優勝して、宮崎でのファーム選手権にも勝った。ビールかけも全部普通にやったよ。と、当時の苦悩を告白。肝心の情報漏洩事件については、何とも言えない表情で当時を振り返った。落合さんはマスコミにあまり喋らないでしょ？そしたら記者はみんな俺のところに来るでしょ。あっちが喋らないから聞きに来るでしょ。何にもネタがなかったら記者も仕事にならない。それなりに喋ってやればいいじゃない。それも仕事だからね。プロの。そういうのも一つの原因だったと思うよ。俺はただ監督の手伝いをしようと思っただけだったけど、ちょっと違っていたね。と、あくまで、プロとしての仕事を全うしたことを強調した。2004年の電撃退任劇から8年、鈴木は落合の後を受けて監督となった高木森道から、高政、また戻ってこいという言葉を受け、現場復帰を果たした。二軍監督として高木政権に入閣した鈴木は、黄金期を支えたメンバーたちが過渡期と言われる中で、若手の育成に尽力。しかし、高木監督率いる中日ドラゴンズは2012年こそ2位となったが、翌年は主力の衰えも如実に現れだし、64勝77敗3分けの4位で12年ぶりの B クラスに転落。さらに最終戦で黒星を喫したことにより、セリーグ全球団に負け越すという屈辱のシーズンを過ごすこととなった。シーズン最終戦を名古屋ドームで迎えた高木は、ファンのねぎらいとブーイングが入り混じる中で、皆さんにお詫びしないといけない。全て監督の責任。こういう形で終わり残念無念。と物悲しい表情で挨拶を行った。鈴木もこのシーズンを、ずっと投手陣を支えてきた吉見和樹が怪我で離脱したのが痛かった。一緒にファームで練習してきた大野雄大が10勝を記録したり、岡田俊也も60試合以上で登板できた。育成という面では結果を残すことはできたけど、やっぱり一軍が勝たないとどうしようもない。と振り返っている。このシーズンの結果を受けて、球団は高木の解任を発表。それとともに、鈴木を含む高木チルドレン6名とも、2014年は契約を結ばないことを発表した。一時は次期監督候補として名前が挙がっていた鈴木が、契約解除となったことについて、当時の新聞各紙には、異例の大量解任、
粛清という文字が並び、ウエスタンリーグで借金24を抱えた2軍成績についても、育成を第一に掲げるファームであっても目に余る低調な成績だった。怪我人も多く、フレッシュの人材を一軍に供給する組織としても機能しなかったと激しく掻き立てられ、再び遺恨を残す形で中日を去ることとなったが、鈴木は2015年に球団 OB 会長に就任。実は2014年から OB 会長に就任する話も出ていたが、長年球団職員を務めたスタッフを大量に解雇しようとしていた球団に、そんな球団を応援できるかと就任を誇示したという男気を見せ、他の OB からの信頼は厚いようだ。後に黄金期を築いた落合政権下初年度で起こった情報漏洩事件。落合の名参謀である森は、お前ら秘密主義だろってことで新聞の人間からは嫌われたと語り、球団とメディアの間には目に見えない軋轢もあったようだ。そんな球団とメディアの溝を埋めるように鈴木は情報を流した。がしかし、リップサービスとはいえ、鈴木のように相手チームに貴重な自チームの情報を垂れ流すようなスパイ行為は許されるものではなかったようだ。